縫う前に必要な準備です。はじめに本体右側面の電源コードを引き出し、コンセントに差し込みます。電源コードに赤い印が見えたら、それ以上引き出さないでください。電源スイッチを入れると、液晶画面、手元ランプ、スタートストップスイッチが点灯します。液晶画面には使用する押さえや選択されている模様などが表示されます。また間違えて操作した場合などのエラーメッセージも液晶画面で確認できます。さらに操作パネルの設定キーを押すと、ミシンのさまざまな機能を目的に合わせて細かく設定することができます。また便利な機能として、操作パネルの使い方キーを押すと、簡単なミシンの説明を液晶画面で確認することができます。